が、私は代読ではなく本物の福岡市長でございます。皆様ようこそ福岡へお越しくださいました、とにかくまず一番最初にですね、皆さんと一緒に喜びたいのは台風がそれたということですね。もうね、皆さんが全国から来ていただけないんじゃないかと思って、本当にハラハラとしてね、もう本当にあっち行けあっち行けと思っていたんですけれども、皆さんが本当に無事に来ることができ、そして明日明後日は雨もきっと降らないでしょう。ぜひレクリエーション、楽しまれていただきたいというふうに、思います、福岡市もですね、レクリエーションというのは非常に大切だと思っているんです。というのはいろんなつながりができますよね。先ほど、地域のつながりという主催者の方からお話がございましたけれども、やっぱり地域力って、ね、ものすごく大事だと思っているんです。これからもちろん高齢化なんていうことを言われてますけれども、それ自体はとても素晴らしいことで、やっぱり、つながりができてですね、そして福岡市は、ね、例えばこんな面白いことを始めたんです。ダイヤルの番号を1個作ったんですね。自分の家だけじゃなくってお隣さん、それからもう1軒隣ぐらい、つまり向こう3軒っていうお隣ちょっと気にしていただいて、孤立死ね、これ全国的に問題になっていると思うんですが、ちょっと異変があっておかしいなと思ったら1本皆さん電話かけてください。で、やっぱりこれを一つ一つ1軒1軒市民市役所がね回っててもなかなか大変なんですけども、皆さんがちょっとずつお互いのことをね気にし合うだけで、実はそれ記者会見したらその日の NHK のニュース見てね、すぐにねお隣がおかしいんですけど電話くれたんですね。それね、命が救われたんです。自分で電話できなくなって倒れてらっしゃったので救うことできたんです。3週間で3人命救われました。こういうふうにやっぱりこうお互いが、ありがとうございますお互いがねちょっとずつ気にし合ってつながりができていくっていうことがとても大事だし、またもちろん地域活動もそうですけど、皆さんが趣味が同じでレクリエーションを通じて仲間がたくさんできていく、つながりがたくさんできていくというのはね、とても素晴らしいことじゃないかというふうに考えております。さて、もちろんレクリエーションも楽しんでいただいて、この博多もですね楽しいことたくさんあります。ぜひせっかくお越しいただいたので、ね、先ほど末吉会長からもお話ありました、本当に今の時期は最高に美味しいものが揃っている時期なんです。博多といえばだってお魚が美味しいでしょ。サバとかもこっちは火を通さずに食べられるんですよ。刺身でね、イカは透明なんですよ。それからもつ鍋とか水炊きとか荒炊きとかですね、こういうものもものすごく美味しい季節になっていますし、またゆっくり福岡を見てまいりたい方は、なんと福岡はですね2階建てのオープントップバスというのが走ってるんですね。これであれば特にこう足腰に自信がなくてもですね、ゆっくりと福岡市中を回ってみることができます。ぜひせっかくに福岡にいらっしゃいましたので、全国の仲間を作って、そしてぜひ楽しい思い出を作っていただければというふうに思います、最後になりますけれど、皆さんの、これまでの練習の成果を十分に発揮できますように、そしてこの大会にあたって大変ご尽力をいただいた皆様方に感謝を申し上げて挨拶とさせていただきます。本日はようこそお越しくださいました。ありがとうございます。